ケタールコメスター、皆さんこんにちは、みこです。今日はですね、ペルーで使われるこのアクションについてご説明をしたいと思います。のね、皆さんこうコメスタースとかって聞かれて、アーマソメーノスってやるこの手の動きですね、これね、マソメーノスっていう意味なんですよ。なので、どうだろう、ケタルトエスパニョールとか言われてもこうなんかこうマソメーノスって言わんくても、こうやってやっとけばまあまあだよっていう、マソメーノスだよっていうことが伝わります。で、結構普通になんか見てたらみんな使って、私何でもほんまに真似するので、使っとって、で、あ、でもちゃんとそういう意味があるんじゃって思う時とかもあるんでしょうね。そのマソメーノスとかも、でも私多分英語話しよう時も日本語話しよう時もまあまあっていうような時、こうやってやっとうと思います。なんか結構癖になる。で、他にもいろいろあって、こうやってグーにするときね、ケタルアンノーチェサリステコンチーコンノンって言って、エラシーって言うと、これケチっていう意味なんですね。これグーをしてる、エラシーって言うとケチっていう意味です。で、この同じような感じなんやけど、こうやって開けてこう指をね、こう全部5本セットにして言って、ジョフイアセントロイディアエラシーって言ったら、めっちゃ人がおったっていうことなんですよね。このスペースがないくらい、まあ、満員っていう感じで、バスとかでもこうエラシーって言うと、もういっぱいいっぱいやった、満員やった、もうなんかおる場所なかったみたいな感じの時にこのエクスプレッション使います。で、あとはですね、そんなん知らんとか、もうノテンゴイデアみたいな時にノテンゴイデアってするんですね。なんか英語勉強しよったりしたら、どっちかというとこっちだと思うんですよ、ノセみたいな。でも南米の人は割とね、こっちですね、ジョノセやんみたいな、このなんかもうお手上げみたいな感じ、ジョノセってやります。最後に、これはヘルガなんですけれども、エストヤグーハっていうのがあります。エストヤグーハ、お金ないっていうことなんですよね。なんか要はまあ貧乏というか、ちょっと今全然お金ないけんみたいな時に、エストヤグーハって、これなんかちょっとピストルみたいな感じなのを作って、首にこう、エストヤグーハ、これなんかねお金ないよ私ねみたいな、貧乏ないよみたいな時とかに使うアクションです。まあこの別に言葉だけ使う時もあれば、アクションだけ使う時もあったりとかするんですけれども、なんかね、イタリアみたいな、こうなんて言うんだろうみたいな、こんななんかこうちょっとロマンティックなやつではなくて、なんかこうゆるい感じでペルーの人は使うので、まあちょっと使ってみてください。ちょっとできる人っぽいですよね。よかったら試してみて、またご感想を教えてくださいね。それでは今日はこの辺で、 Muchas gracias por ver mi video. Chao.